今回はね、いきなりトーナメントチェスト開けた一発目からね、入手しちゃった、もう迫力のあるキャラクターがいますね。はい。このゴーストドラゴンです。はい、今回はね、このゴーストドラゴンをね、使っていきたいと思います。ゴーストドラゴン！ということでね、やっていきたいと思います。はい、チェストっていうのはね、もうガチャみたいなものですね。こんな感じでね、もう中身がね、もういろいろ、いろいろというか、もういろんなキャラクターが入ってるんでね、どのキャラクターが当たるだろうかみたいな感じでね、開けたらね、どれかが当たるんですよね。はい、ということでね、ゲームで、普通のゲームで言ったらガチャですね。はい。なんか面白いよな、チェスト開けて、その中からさ、キャラクターが出てくるっていう、この発想がすごい面白い。ちょ待って、影分身してるやん。ほんまや、ゴーストキャラってさ、影分身するキャラクターや。やばい。実態がわからんくなるで、この辺、途中で。ということでね、手裏剣もね、エメラルドグリーンっていうのがね、この色。すごいね。ピカ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 光っててね、かっこいいんですよ、ゴースト系のキャラクターはね、ほんとに。もう、女の子も惚れちゃう？これは。ねえ。ね。俺の描いたね、ドラゴンにね、女の子はね、めちゃくちゃ惚れます。やばい。はい、ということで、155まで来ました。マジで俺、ナルシストやり慣れてないんだよな、と。おもろすぎるだろ。はい、あとはね、動物のチャンネルでのね、動画も撮りました。このチャンネルはね、3つぐらいね、ジャンルをやってます。ジャンルというかな、まあ、ゲーム2つと、まあ、実写をしてます。ウィルヒーローとグロキャスですね、ゲームの方は。で、実写はなんか動物が、ふざける動画ですね。動物のフィギュアでね、なんか遊ぶというか、もうそのフィギュアたちがね、もうキャラクターになってね、俺がつけたキャラクターになっていて、もうふざけまくって、何この動画はっていう謎の動画をね、どんどん生み出していくという、これじゃもう分かりにくいと思うんで、実際見てもらわないと分かんないね、この説明じゃ。難しいな、説明しづらい、あれは。まあ、キャラクター一人一人っていうか、まあ、一匹一匹にね、まあ、特徴があるんや。まあ、それも見どころかなって思います。で、とりあえず、もう YouTuber っていうか、まあ企画でふざけるような感じですね。まあ、YouTuber みたいな感じで。はい、ということで、387、早速400まで来ました。ということで、ゴーストドラゴンがね、もう、テカテカ、輝かしいですね。てかーということでね、400以下以下もやっていきたいと思います。これ面白かったよ、挨拶の時に使った時面白かった。これ上に隠れて、僕はどこにいるでしょうみたいな。わあ